ホーチミン市庁舎ホーチミン市庁舎やケ地図ホーチミン市、人民委員会庁舎、通称ホーチミン市庁舎、サイゴン市庁舎は、1902年から1908年にかけて、当時のサイゴン市庁舎として、フレンチコロニアル様式で建設された。1975年以降、ホーチミン人民委員会庁舎と称される。 ホーチミン視聴者の優雅なコロニアル建築は一般公開されていないにもかかわらず観光客に人気で記念写真の撮影ポイントとなっている。外観の撮影は可能で特に夜間にライトアップされた建物がとても美しい。1990年にはホーチミンの誕生100周年を祝して建物正面前の公園にホーチミンのブロンズ像が設置された。これは 腰掛けた、宝士さんと彼に寄り添う少女の像であった。2015年5月には、新しい像に置き換えられた。新しい像もまたブロンズ製で高さは7.2メートル、支持者に挨拶する姿の立像となった。ホーチミ民市の一区に位置し、非常にわかりやすい立地である。弁隊市場前のロータリーからレロイ通りを北東に進む。グエンフエ通りとの交差点で左折すると、 正面に見えるのが人民委員会庁舎である。レロイ通りには2、3、13、36番のバスが通っているので、それを利用して4番目のバス停で降りることもできる。ありがとうございます。